じゃあ頑張ってください、ね、お願いします。頑張ってください、はい、はい、どうも頑張ってください、もう期待してますんで。でも田舎から医者がどんどん消えていく、やはりここには政治の力が必要だ、だったら自分でやってやろう、この思いで政治を志してお願いします。今から15年ぐらい前なんですけれども、当時東大病院におりまして、医療崩壊っていう言葉が社会問題になりました。特にこの長野県のような田舎から医者がいなくなるんじゃないか、そんなことも直感的に感じたんですけれども、実際そういった現場の声が政治の世界に届いていないな、医療の現場の声をしっかりと伝えるのは俺しかいない。先生が1名おられたんですけど、その先生も高齢になってきて、でいつまで体力が続くかわからないと。内科医とか外科医じゃなくて、政治的な先生の力がなければ動かない国は、それを先生にお願いしたい。お医者さんが少ないので、ね、一人しかいないし、内科の先生はね。必ず言われるのが医療の課題なんですね。過疎地域行けば行くほど、医者がいないと。現場にいたものとして、単にじゃあ、医師の数を増やせば、そこに、医者がやってくるかって言ったら、そうではないわけですよね。数を増やすだけじゃなくて、きちんとその過疎地域にも医師が配置できるような仕組みを作る。災害があったのが一昨年の5月19日です。だから雪降るまでにね、やっていただいたから本当にありがたかったですね。災害が起きた時にね、いち早く現地へ駆けつけていただいたってことと、もう本当に駒先生が国とのうまい具合にこうタイミングよく繋げていただいた一つの大きな大きな実績だと思います。皆さんこんにちは、小松豊です。私は信州で生まれ育ちました。信州大学の医学部を卒業し、消化器内科医スポーツドクターとして勤務医をしておりましたが、医学で解決できないことを政治で解決したい、この思いで政治を志し、2期5年間衆議院議員を務めさせていただきました。不安なくみんなが元気で生き生きと暮らすことができる、そんな信州、そんな日本にするために小松豊に任せてほしい。一人でも多くの方にそのことを訴えていきたいと思います。